こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。今日は楽器の話をさせていただくんですけど、はい、前回も言いましたけど、はい、お客さんからこの楽器どこで買ってんのっていうのが、そうなんですよね、うん、やっぱり店頭でもなんかよくセットの中でドールが持ってたりするので、はいはい、気になる方多かったみたいで、たまにね YouTube で見たけど、あの楽器って言うて、うんうん、どの楽器とか言うと思うんやけど、隅の方に映ってたあの金色のやつ、あーとか言うけど、うん、よう見えたなとか言うのが、まあそういうのも多いですね。で、まあ、先日グランドピアニストでかね、6分の1のなんかこうリアルなピアノが入ってきたりとかして、もともと楽器はちょくちょく集めてたりはしたんですけど、 そうやね、うん、その飾ってる分も作ったのとか聞かれることもあって、あ、違う違う違う、全部買ってますよって、じゃあどこでっていう、うちが作ったのは多分ね、うん、パイプオルガンだけだと思う。あれは作りましたね、全部作りましたね、うん、いつも出てくる部屋の左側のとこやね、はい、まあ、今映ってないか今日は、うん、そうですね、まあ、そのなんかこう手持ちで使う楽器類、 そうやね、それをなんかどこで買ってるのか、あと今持ってるのどんなのがあるかっていうのを紹介していくということで、そうそう、あとどういうサイズを買ったらいいかっていうところやね。そうですね、そういうのちょっと参考になればと思ったので、ちょっとお話しさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。まずはネオブライスのために買った楽器たちですね、うん、ほぼ6分の1ぐらいのものが多いかなと思います。そうやね、これ今だいたいなんかこう弦楽器だったり管楽器だったりいろいろ見えてると思うんですけど、うん、まあ、ちょっと順番に紹介していきます。そうやね、この辺やっぱり立てたり座ったりとか、うん、やっぱ顔に近づけて大きさが変わるやん、ブライスって。そうなんですよね、だからブライスってなんか頭とボディのなんかこう縮尺が全然バラバラなので、そう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 、ある程度融通が効くというか、少し大きいとか小さいとか許してもらえるっていうのはいいところなんですよね、うん。まずはじめにこれはクラリネットですね。手持ちで買えなんか黒いのでちょっと分かりにくいと思うんですけど、ブライスの場合ちょっと手のとこになんとかこう輪ゴムでキュッと縛ったりして、うん、輪ゴム見えんように撮影すれば、まあ、口に持っていくことは可能やけど、まあ、こういう風にちょっと小脇に抱えるというか、そうですね、持ってるだけでもちょっと様になる楽器の一つですよね、うん、ちょっとまあ目立ちにくいけど、いつもね階段の部屋の方でいますね、これは。そうですね、うん、次はちょっと大型の楽器になりますけど、はい、チェロになりますね、うん、先日なんかワンダーにも持たせたりしてたんですけど、そうそう、まあ、同じものなんですけど、一応なんかブライスに合わせてもともと買っていたものになります、はい、もう座らせて持たせればまあまあいい感じになりますし、うん、あとエンドピンが外せるので、あ、そうやね、爪楊枝とかでがうまいこと作って長さをそうそうかさ増しすることでか調整も効くと思います、うん、だからまあ長すぎるなと思ったら爪楊枝切って黒く塗って差し込めばいけるんで、うん、そうですね、その辺で融通効かしてみてはいいと思います、うん、そうそう、次はこれ分かりやすい楽器、バイオリンが、そうですね、これは結構昔に買いましたね、うん、撮影でちょっと使ってみたいなと思って、そうそう、まあ、今回もちょっとブライスに持たせたらどうなるかっていう、顔に近づけて手に持つ道具やけど、はい、まあ、こんな風に可能は可能っていう、はい、そうですね、これ別になんかどこでも止めてなくてか、ね、なんかこう腕の上にバランス取って置いてるだけなんですけど、そうそう、結構これだけでも様になりますよね、うん、でもまあ顔がでかいやんけって言われたら、いやブライス顔でかいからっていうのがあるけど、まあね、でもまあなんか全身映らん方はこのぐらいの縮尺で、うん、そうですね、うん、雰囲気は出ますよね。でこのバイオリンのケースとか、さっきのチェロとか、はい、クラリネットとかもやけど、うん、全部ケースがついて、あとスタンドもついとんだ、楽器の。そうですね、楽器自体を飾るっていうことも可能ですし、そうそう、なんかケースで保管しておくこともできますし、本当便利ですよね。そうやね、あとは次あれか、サックスか、サックスというかこれは、はい、テナーサックスですよね。ちょっとね相当大きいんですよ、はい、これももう10年以上前から店頭で飾りっぱなしにしているんで、うん、少しなんかこうメッキが取れたりはしてるんですけど、首からぶら下げたらこのぐらいの大きさの感じで、はい、ネックストラップはついていないので、高校で作っていただかないといけないんですけど、もうリボンを通してから止めるだけでもいけますし、まあ、100均にある丸カン買ってきて、ちょっとまあベンチでひねって止めてやってもいいし、ね、うん、革紐なんかもねこの頃手に入りやすいから、そうですね、もうそれこそ手芸店行ってもありますし、うん、もう100均でもな簡単なものであればあるので、そうやね、そういうので作ってあげるといいと思います、うん、まあ、案外ね首から下げてこけないぐらいは可能かな、うん、そうですね、安定します、うん、じゃあ次アコーディオンですね。アコーディオンは少し大きめになりますよ ね、これ椅子に座らして膝の上に置いてるんやけど、うん、まあ、ブライスでさえ口が隠れるっていう大きさ、はい、だからもう本当の6分の1、桃子とかでなかったらちょっと体見えなくなっちゃいますよね。桃子だったら足も長いし背も高いし、うん、本当に何よ、顔がちゃんと出るんちゃうかな、うん、リカちゃんだったら、うん、本当なんか鼻まで隠れてもおかしくない顔見えになりますよね、うん、これに至ってはね、はい、もう何よ、パッと置いた、横に置いて撮影したかったとか雰囲気のもんやね。だからアコーディオンに関しては一応公式の副セットでくっついてきてた時があるじゃないですか、ね、それこそ2003年のセーリングセーリング の、はい、セーラー服のセットとか、うん、あと2005年のスクールガールドリームの中にも黄色いの入ってたりしましたから、あれだったらちゃんと服も隠れないでつけることができますから、ね、でもなんか本当にねハンディタイプのアコーディオン感じで、そうですね、すごいちっちゃいんですよね。そうそうそう、なんかねペヤング の2色分入ってるぐらいの大きさやわそれぐらいのバランスになっちゃいます。
次はミディブライスと、ミディブライスに近いサイズのドールたちのために買った楽器になりますね。一応、まあ、フィグマとかにも可能かな。そうですね、12分の1に近づいてきますよね。ここでデコニキとかもね。あ、そうですね。で今こうチェロをワンダーフログ持たせてるんですけど、うん、先ほどのネオブライスの時に出てきたのと同じものになります。だからこうワンダーが座って、うん、まあ、何肩の上にもたれ隠すみたいな感じでやってもこんな感じ で、ね、だからなんか少し大きいかなと思うんですけど、立たせて持たせたら本当コントラバス持ってるみたいになっちゃうんですけど、座らせたら案外こんな感じっていう、うん、座らせた時になんかあんまりなんかこうまっすぐ足がなんか出る感じじゃなくて斜めに投げ出す感じになるのでちょうど良くなるんですよね、うん、今回これは初登場ですけど、あ、はい、ジョシーを先日買ってみまして、うん、こうやってボディがおでこちゃんとニキと同じサイズなんですけど、ね、うん、こちら先ほどと同じバイオリンを持たせてみました。だからブライスの時に顔に近づけとったやつね、うん、そうですね。だからこの辺も持たせてみたら案外無理じゃないというか、ね、うん、まあ、実際こうやって持っとったら先生に怒られるけど、ね、それはいかんですけどね。何お前杖みたいにしとんやって言われて怒られるけどこれそれは怒られますけど、うん、まあ一緒に取るには全然大丈夫ということで、12分の1でも6分の1のは使えるから、うん、まあね、結構流用性もあるかなとは。そうですね。で中央に戻りまして、はい、ミディが持ってるアルトサックスですね。初めに映ってきたもんね。もともとなんかネオにこれぐらいでもいけるかなって書いたら、そうそう、実はミディサイズでした、うん、やっぱりね小さかった、うん、あんまり小さすぎたらいかんねっていうことで、そうそう、でもやっぱり何、はい、ちっちゃいサックスやったらこのぐらいなんやけど、うん、やっぱ顔に近づけるやん、うんうん、あと持った時の何よ大きさ、うんうん、やっぱりなんか6分の1と釣り合わんけど、まあ、リカちゃんやったらちょうどええんかなと思う時あるんよ、うん、あんまりちんまりしすぎてもいかんですからね、うん、でまたこれもリボンを通して止めてあります、はいはい、うん、もうこれリボンな好みのやつでかね、通してかね、うん、止めてあげるだけでも十分いけるので、まあ、チェーンとかだったらねちょっと絡まるけど、リボンだったら、だからお好みの使っていただけたらと思いますね。最後にちょっとおまけみたいにはなりますけど、プチブライス用の楽器になります。いやでもこれな、実用的なセットなんよ。はい、これ全部一つのセットで入ってたんで、あ、オルガンは別なんですけど、うん、そうやね、左のオルガンはねまた別のセットですね、昔のシルバニアね、はい、そうですね。これにぎやか音楽会セットっていう2010年のセットなんですけど、まあ、まずこの真ん中にあるアコーディオンが、このアコーディオンなんかゴムがついてて、そうそう、なんか斜めにかけたらちょっといい感じに止まるっていう、うん、シルバニアとかやったらね滑るんがちょっとまあ、はい、にくいと思うから、うん、結構これあれば、はい、うん、なんか横にちょっと譜面台も見えてたりしますけど、これもセットですし、これもついてます、すごい気が利いてるというか、そうそう、案外 ね値段もリーズナブルな感じで、そうでした。もうそれで横のとにかく一番欲しかったのはグランドピアノなんですけど、はいはい、あと鉄筋がついてたりとか、 そうそうそう、あと後ろに見えてるなんかシンバルとかちょっと見えてたりすると思うんですけど、うんうん、あの辺もねまた後でちょっと大きく映したんがあったら、その辺のセットも全部ありますし、はい、うん、オルガンだけはちょっと古いものなんですよね。そうやね。でまあこの何グランドピアノ、はい、これがやっぱりねよくできてたよ、ね、これあもちろん上の天板というかあれ開け閉めできますんで、そう、そこも含めてですよね、うん、そしてまた太鼓がなんか2種類ついてるんですけど、そうそう、これって台がちょっと低めなんですけど、うん、これベルトとか作ってあげてかいな、個体のなんかこうみたいな感じで装備させてあげてもかっこいいと思いますし、いろいろ使い方あると思います。だから音楽会セットやからね、はい、用意がいいんよこれ。そうなんですよね。これピアニカとかついてるのもちょっと嬉しいですよね。そうそう、これ十分プチブライスに使えるしね。そうですね、もうそれぞれ持たせてあげたらすごいなんか華やかになりますよね、うん、でまたこれピアニカの隣がまず小太鼓のバチがついて、で横トライアングルのバチもなんかちゃんとついてるんですよね。ちなみに白いやつスポイトみたいに見えるけどあれ指揮棒やから。あ、そうですねトライアングルもプチブライス持てるからね。そうですね、うん、でまたシンバルの方はなんかゴムついてるから手にフィットしやすいですし、これシンバルええ作りしとるよ、プラスチックでゴムある、はい、だけどプチブライスやったらゴム切ってもろて、うん、何モビロンバンド細い、あ、細いのに変えた時はあれとかで手ちょっとやるぐらいだったら可能かなと、いけると思います、うん、でまたその横についてる鉄筋のマレットもちゃんと綺麗な形してますし、はいはい、その隣大太鼓のバチとかもなんかすごい分かりやすい形してますもんね。最後のアルトリコーダーというか普通のリコーダーかな、リコーダーですね、うん、まあこれ充実してますよね。そうそう、だからこれ1個買ったら全部ついてるもんな本当に、うん、他にも確か譜面とか、そうそう、なんか楽何本みたいなのが、楽譜のなんか紙小物が4セットついてました。ようできとるよこれ、もう本当気が利いてますよね。ここでシルバニアのオルガンとピアノとちょっと並べてみたんですけど、はい、このオルガンはかなり古いものなので、そうやね、リサイクルショップで買ってきたものなんですけど、そうそう、こちらのやっぱりグランドピアノがすごかったですよね、うん、これね今ね、はい、ライオン付きのピアノは今でも手に入るんや。あ、そうですね、グランドピアノにライオン付きで買ってて、あとバイオリンとウサギとかチェロと猫とか、あ、うん、街の音楽会セットっていうので買い、そうそう、バラバラで出てるんですよね。多分今年のクリスマスシーズンはそれで行くと思うよ。そうですね、だから音楽会セットっていう
うのはなんか随時出てて、うんうんうん、内容が少しずつ変わりながらピアノがアップライトになって、そうそうそう、うん、楽器がちょっと充実してみたりとか、もうその時その時で変わってきますから、その時なんかシルバニア行って、あこれすごい好きな楽器いっぱい入ってるわっていうのがあったら買いかなって思う時ありますね、うん、だから何シルバニアの分でやっぱり何、うん、今まですごいなこれと思ったのがミシンとか、はい、あとパーマ機あとパーマ屋さんのパーマ機やりたいですね、またドラム洗濯機とか洗濯機、うん、すごいです、あの動く系はね、古いやつは確かに2層式もあるんよ、すごい、ようできてるんよ、すごい、まあでもね、今回こんな風にね、はい、まあでも道具というかね、やっぱこう撮影小物、はい、あとやっぱりお人形遊びって、うん、ママごとに近いとこもあるやん、そういう部分ありますよね、うん、だからよううちの子供これ触らせてくれって言うもん、ああ、そーっと持っていこうとしますもんね、そう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 、まあ我慢のやけどな、ね、2歳3歳の時にバイオリンよう持っていかれおりましたよ、そうそう、今でもなかなか何を好きあれば持っていこうとして、うん、あの何すんかなと思ったらレッドキングがレッドキングとウルトラマンが家事洗濯ションやって何やってんのって、いやこれ今撮影中ね、うん、レッドキング恋物語っていうなら何それとか言って何それってなるんですよ、ね、いやおもろいからかもへんけど面白いからもうちょっと見てよとかなるんですよね、そうそうそう、でもこれなんですけど、うちらじゃあどこで買っとんかお前言わへんやないかと思ったら、そうですね、ちゃんと言いますね、これは、はい、こちらサンライズサウンドハウスっていう文字が見えてると思うんですけど、うん、もうこちらで通販をしています、今す、ね、これはなんか以前通販した時についてきたカタログの表紙をちょっと撮らせていただいてるんですけど、うん、もうこれでまあ、検索してミニチュア楽器で検索みたいになってるんですけど、ね、もうここで6分の1とか、あとなんか全長サイズちゃんと書いてくれてるので、書いてます何センチっていうの、うん、だからまあ自分で物差し持ってってドールのとこを当てて、うん、あじゃあこのバイオリンだったらこの分か、じゃあ6分の1ではちょっとあれかなとか、うんうん、でブライスだったらこの大きさどうだろうって言ったら、うん、もう紙でその長さ切ってみて持たしてみたら、うん、それで当たりをつけていって買っていくといいと思います、そうそう、であと全部ね本当に金属のやつはもう鉄でできているんで、うん、はい、もうちゃんとなんかメッキしてくれてるのでピカピカですし、 あとメッキなんで、うん、はい、剥がれます、うん、まあ、そこは気をつけ、そうそうそう、そこは気をつけて強くこすったらなんかその金色のなんか金がなんか抜けたりとかしますからね、まあ、金というか黄色やね、そうですね、うん、そういうところはあったりしますけど、うん、もう本当に小道具としても優秀ですよね、だからこの、サンライズサウンドハウスか、はい、一応ここなんですけど Amazon にもお店があって、はい、一応まあそこでも買えるか、うん、で今なんかさっとなんかカタログのなんか画像を流したんですけど、うん、この金額がなんか常にっていういうわけではないみたいなので、変わってるんよ、もう状況に応じて変わっていったりするので、昔今から10年前にバイオリン買った時は、うん、もうちょっと安かったような気がするんよ、あもうその辺は仕方ないですよね、だから多分ねカタログの値段と今売ってる値段違うと思うわ、うん、うん、そういうのはあると思うので、うん、まあ、でもアマゾンやったら送料無料で来れたりとか、うん、プライム会員の人だったら、そうですね、まあ、かたやサウンドハウスの方で買ったら、うん、まあちょっと何千円か買うたら送料無料やけど、そうそう、一定金額以上で送料無料とかそういうのありましたね、まあ、そこまで買うって言うたらなかなか、うんうん、から友達と一緒にまとめ買いとかそういうのだったらね、やるやる、うん、そういうこともうちでもやってた時ありましたね、うん、まあ、そんな感じで好みの楽器あったらいいなっていうのはありますね、まあ今回もうワルソネコさんどこで楽器買ってんの、うん、というかその楽器なんなんて言われるけど、うん、まあここで買ってます、だいたいここで買ってるよっていう話でした、で、まあミディブライスとかプチブライス、うん、まあ、主にプチブライスの楽器は、まあ、シルバニアが一番そうですね、買いやすくて、うんうん、サイズも分かってるからっていうのが、そうですね、なんかこのサウンドハウスさんのところバイオリンとかやったらなんか4段階サイズがあったりとかするので、はい、そうですね、なんかもうちょっと大きい子とか、うん、そういうのにも合わせられると思うので、か、それぞれチェックしてみていただけたらと思います、うんうん、そしたら今日はこの辺で、はい、最後までお付き合いくださりありがとうございました、皆様のお役に立てればと思います、どうもありがとうございました。